にちは。こんにちは。部長です。おせいです。ギャップファミリーです。イェイ。今日は、春の新作ギャップ展、ヨーロッパデザインコレクション。はい。はい。の、お知らせです。はい。はい。まあ、今回ね、1月に私がスイスゾランバに行ってまいりまして、はい、まあ、その後、メゾンメオブジェっていうね、はいはい、フランスで行われてる、まあ、展示会に行って、まあ、そこのゾランバリさんのブースが出てるんで、はい、そこに行って、まあ、仕入れをしてっていうことで、まあ、ダブル仕入れをしてきました。でそこで、まあ、今回仕入れてきたものを紹介していきたいなと思います。まず、はい、スイスに行きまして、スイスはね他のお客さんもいないのでゆっくりとギャッペが選べます、はいはい、その写真に今写ってる、方がレザーさん、ゾランバリのお兄ちゃんなんですね、はい、スイスの車掌をやってるんですけど、スイスゾランバリーの方はねデザイナーさんがいて、でその、ね、デザイナーさんがこう作ったギャッペをイランにオーダーして作ってもらうみたいなことをやってるので、イランでは絶対買えないようなそう、ね、特徴的なね柄があったりとかします、うん、で今回はまあそういう特徴的な柄が今多分画面に映ってるんですかね、うん、こういうような柄だとかこういうような柄とかこういうような柄とかはい、いろんなこう特徴的な柄のものをたくさん仕入れてきたんですけど、まあ、今回いろいろこう目玉がありまして、一つがまあここにあるクッションですね。かわいいですね、はい、2年ぐらい前かな、うん、あのちょっとずつクッションを仕入れて今皆さんにねお届けしてるんですけど、はい、クッション今回仕入れてきたのもかなり特徴的なものが多くて、これなんか実はカシュクリランクなんですけど、肌触りがやっぱ今まで販売してきたものと比べてだいぶ柔らかくて気持ちがいいですし、目が細かいですもんね。そう、目が細かくてね、うん、でこっちがこういうなんかこう鹿の柄とかねライオンの柄のクッションも今回仕入れてきましたんで、タグなんかもすごい珍しいですね。あ、そうそうそう、これねここにちょっとちらっとここにこう映ってるんですけど、うん、スイスゾランバリで作ったギャッペはこういうなんかちょっと細かいね、うん、装飾がついてたりするんで、そこがまた可愛かったり、はいはい、します。でもう一つはこのまた映ってるこのスツールはうちのスタッフにめちゃくちゃ反対されたんですけど、たくさん買っちゃいましたすごい可愛い商品が、まあ、柄とかねもう今回あったんで、もう買いすぎんねよってことだったんですけど、やっぱり可愛いのが入ってくると嬉しいですよね。そうですよね、はい、まあ見て納得してもらえたかなとは思います、はい、であとは DM 今回お届けしてる方にはねちょっと見ていただけるかなと分かるんですけど、はい、ライオンの柄も今回たくさん仕入れてまして、うん、本当にね実物をぜひ見ていただきたいようなあのライオンちゃんがたくさん待ってますんで、ぜひ見に来ていただきたいなと思います、はいはい、3月15日の水曜日から4月3日の月曜日まで、はい、春の新作ギャップ展を開催します。今回ですねこの動画を見て概要欄から飛べるんですけど、予約をしていただいた方にはですねデンマークのクッキーをプレゼントさせていただいております。結構缶も可愛いのでね、いいですよね、はい、ぜひ予約してください。はいはい、それでは、はい、春の新作ギャップ展、はい、ぜひたくさん新作用意してますので、はい、皆さんに来ていただきたいなと思います。はい、待ってます。お願いします